三井浩二は、北海道アショロ軍アショロ町出身の元プロ、野球選手、野球指導者、MLB 野球解説者。左投げ左だ。北海道アショロ高等学校3年夏は、北北海道大会でベスト4、1991年に、プロ野球ドラフト会議で阪神タイガースと福岡、大英ホークスが4位指名で競合し、抽選の結果大英が、 交渉権を獲得したが、社会人野球の新日本製鉄室蘭へ進んだ。なお、くじを外した阪神タイガースは、檜山新次郎を指名。1994年に新日鉄グループの野球部の統廃合に伴って、新日本製鉄広畑へ転籍。都市対抗野球では補強として2年連続で、先発するなどチームのエースとして活躍した。 2000年のプロ野球ドラフト会議前に西武ライオンズを逆指名することを表明。ドラフトでは西武から2意指名を受け、交渉権を獲得。契約金1億円、出来高払い5000万円、年俸千3 0 0万円で合意。2001年、プロ初勝利を含む3勝を記録2軍でも活躍し、イースタンリーグ優勝や自身が MVP 選出のファーム、 日本選手権制覇などに貢献。2002年、スクリューボールを習得。この年は、中継ぎでの登板が多かったが、15試合に先発した。結局41試合に登板し、10勝を挙げ、初めて規定投球回に達して、防御率リーグ5位の成績を残し、チームの優勝に貢献した。同年は、オールスターゲームに出場。 2003年は2年連続となる10勝以上を挙げた。ものの、防御率は5点台に低下。翌2004年はわずか9試合に登板にとどまり、2勝に終わった。2005年シーズン後半から中継ぎへ転向。同年は28試合に登板したが、防御率4.95と安定しなかった。千葉ロッテマリンズとのプレーオフ第1ステージ第1戦では、 勝ち越し点を与え敗戦投手となってしまった。チームは次の試合も敗れ、プレーオフ敗退となった。2006年、石井隆に次ぐ、チーム2位のホールドを挙げた。45試合に登板し、防御率は年間通じて1点台、基本塁打は1本だった。2007年、自己最多の47試合に登板し、リーグ3位の27ホールドポイント、防御率2.22を記録した。 2008年、同年は23試合の登板で、防御率7点台と制裁を変えたシーズンとなった。シーズン終了後、ポスティングシステムを利用する。西部でのポスティングシステム利用は3人目で、35歳での利用は史上最高齢であった。しかし期限までに入札を行う球団は、現れず、2009年1月5日に再申請を申し出るが、 入札を行う球団はなく、西部と再契約する。入札されなかった選手が同一年度内に再度、ポスティングシステムを利用することや、2回続けて応札がなかったことは、共に、史上初である。2009年は19試合の当番に終わり、防御率6.23不調を脱することが、できなかった。10月2日に、戦力外通告を受ける。シーズン終了後、 12球団合同トライアウトに参加した。2010年は東北楽天ゴールデンイーグルスの春季キャンプにテスト生として参加。3月4日には福岡ソフトバンクホークスの入団テストを受けたが、いずれも不合格。3月30日に現役引退を表明。J スポーツのメジャーリーグ中継で解説者に就任。2011年7月。 埼玉県入間市に入間野球道場を開校。その野球道場は西部の大友進む、加瀬田美智久が講師を務めていた。2015年、駿河台大学野球部コーチも就任。同年10月には三井ハイトカ勝少年野球チャンピオンシップ大会を北海道トカ勝館内で開催。また、球児や指導者などに様々な野球に関する有益なコンテンツを発信する。 ベースボールマップスを立ち上げ、代表を務める。2020年12月、社会人野球チームサンホールディングス公式野球部の投手コーチに就任。石川智弘は、小中学校の同級生や野球部のチームメイト、地元足路町の出身の松山千春と交流が深く、自身のシンカー系の変化球に、千春ボールと名付ける。当初は、講演会長を務めていた。 政治家の鈴木宗男にあやかり、宗男ボールと名付けていたが、鈴木の不祥事により、名称を変更。文化放送ライオンズナイターでは、大空と大地の申し子と呼ばれる。ありがとうございます。